この辺で一度集めた手がかりを整理してみっか。車掌が切符の点検に来るタイミングで自分が車掌になりすましたってことか。なぜ小湊で降りたんだ。乗り降りの客が多いから紛れやすかったってことなのか。ダメだ、あと一歩何かが足りねえ。木戸がこの列車のトイレに隠れていたのはほぼ間違いない。となると始発から乗り込んでたってことか。来やがったぜ。容疑者は始発からトイレに潜み、八戸のあたりで犯行に及んで小湊で列車を降りたんだ。あとは後続の列車に乗って再びこの現場に戻ってくれば完全なアリバイが成立する。しかし奴はどうして殺人を行ってすぐに列車を降りなかったんだ。三沢と野辺地には降りられない理由があったのか。あるいはどうしても小湊で降りなければならない理由があったのか。とりあえずこれでアリバイの一角は崩れたぜ。となると残る問題は一つだ。例の密室、離れた反対車線のホームからどうやって鍵を。さてと、ようやくおっちゃんも他の3人に追いついてきたな。次はいよいよ大詰め。名探偵毛利小五郎、最高のパートナーとは。セーブするかい。借りたものはちゃんと返さないとな。あ、毛利さん。勝手に人の部屋に入られては困りますよ。ねえ、悪かったな。こいつを返そうと思ってよ。で、分かったんですか。あ、大体はな。何か引っかかることでも。ああ、殺人の後の犯人の行動が奇妙なんだ。確かに奇妙だね。犯人の奇妙な行動とあの不可解な密室トリック、考えていることはみんな同じというわけですね。そうなんだ。密室の仕組みに関しては現場を調べて確信できた。だけどそれがかえって犯人を守りやがる。おそらくはそれが奴の切り札。見え見えの密室トリックでも
それが不可能なら強い武器だ。すべての謎を解く鍵は小湊にある。え？だろ？バカ。こっちだってな、やられっぱなしじゃねえんだよ。へえ。小湊なら停車時間が1分ありますね。その間に何があったというんです？ベロ、それが分かんねえから悩んでんだろう。ずる。お父さん、探してたのよ。捜査の方大変なの？まあ、外は寒いからそんな格好で飛び出しちゃダメよ。ねえ、窓の外見た？綺麗よね、雪景色。もうそういや、窓の外なんて全然見てる暇がなかったな。あ？窓の外？景色が変わる。そうか、なんか見えてきやがったぜ。社内の名探偵諸君に次ぐ推理の方はまとまったかな。何分時間が限られているから、私の方から一つ提案がある。まず推理は二人一組で行うこと。ただしチャンスは一人につき一回までとすること。以上だ。面白くなってきただろう。これがプロの演出だ。コンビが決まったらいつでも私の部屋に来たまえ。やろう。舐めやがって。やれやれ。俺はあいつの言いなりになる気はないぜ。今から言ってあの野郎をとっちめてやるよ。僕もあまり従う気にはなれないな。私は誰かと組んでもいいよ。俺は確かに何かをつかみかけてはいるんだが、確証がねえ。二人一組。まあこの際相棒にかけてみんのも悪い手じゃねえか。どうする？それならそれで誰に貼るよ。こいつは賭けだな。決めた。ジャガー三原、この男が俺のベストパートナーだぜ。ジャガー。え？行くぞ。占い師と探偵のコンビできたか。絵的にはかなりいかがわしいな。宮村、せいぜい綺麗に撮ってやれよ。一応ここが彼らの見せ場なんだ。ふん、謎はとっくに解けてんだよ。さっさと始めさせてもらうぜ。どうぞ。木戸幸四郎さん、杉本さんを殺したのはあなたですね。違うと言ったら？何しろ俺は同じ列車に乗っていなかった人間だからね。
やっぱりそう来やがったか。それならこっちは